京都市立日明小学校は、現在の京都府京都市中京区は久谷町にあった公立小学校。学生創設以前の1869年に開校したいわゆる番組小学校の一つである。1993年に他校と統合されて、現在跡地は京都市立高倉小学校に継承されている。本校は1869年に 下行の28丁を学区とする下行第4番組小学校として京都で、すなわち全国で4番目の小学校として開校した。日明とは、1876年に牧村正直知事が中央の君子の道闇前、しかも日章から取られた。君子は一見闇前と暗くて目立たなく見えても、内側から太陽のように、 明るい輝きが現れるという意味である。シンボルの意味がある章を改めて、類義の明らかに現れる意味を示すアキラを用いている。学校のシンボルである交渉を同時期に制定しているから、章の文字を避けたのか、国旗の日章期との重複を避けたのか、牧村の命名理由は定かではないが、学習施設としてよりも、学習者集団としての学校の意味として、アキラがふさわしい。 1904年に資金の3、4以上を寄付金や各町の積立金から集めて、総費の木作りの新校者を建築した。関係者は、京都、大阪の最新の学校建築や設備を調査して、息を抜き、生を集めた。社寺や別荘を除き、新校者は京都における日本建築の息を尽くした。この栄養に対して、 内閣省訓局より、校舎建築費を寄付した、学区民に対して、賞状と3つが3列金牌一組が可視された。各大学、専門学校の建築学科の教員、学生の見学、文部大臣をはじめとする教育関係者や、米国のジョージ・ラットエール大学名誉教授、スウェーデンのスーイン・ヘディン博士、米国のジョン・デューイ博士、シャムのダンニ王子とハシッパン王女などと、 内外の著名人の来航が続いた。この校舎は次なる新校舎建築中の1938年に消失した。鉄筋コンクリート作りの校舎の建設時にも関係者は京都市内阪神館東京の先進的な小学校の視察を行った。地上3階地下1階の先進的な校舎が竣工した。 1943年には、初音国民学校が尋常化を廃止したので、初音学区のお池通より、南の十二町から本校に児童を受け入れた。以上のように、地域住民による寄付で小学校の敷地や校舎が維持、されてきたことは、京都市内はもとより、全国各地で一般的なことではある。ただ、地域住民の手で先進的な校舎を作り、 優れた教育を行ってきた歴史的な事実を誇りとして、輝く学士にと1956年制定の効果にも歌われているように、戦後以降の教育でも積極的にこの経緯が児童に伝承されてきたことは本校の特徴であった。なお、京都の番組小学校の系譜を引く、小学校では一般的であるが、非、明という名称は、小学校とともに、 二十八町で構成された元学区を指している。よって、小学校を区別する略称は、日明公と呼ぶ。本校の跡地は、本能、明林、日明、清察、立正の五校が統合されて、京都市立高倉小学校になった。日が明らかになり、四方に広がることを示した図案である。ありがとうございます。